バードオブプレイ国立アメリカ空軍博物館で展示されるバードオブプレイ国立アメリカ空軍博物館で展示されるバードオブプレイボーイングバードオブプレイは1990年代にアメリカ合衆国のマクドネルダグラスと合併に伴い開発を引き継いだボーイングが自社で開発していたステルス実験機マクドネルダグラスとボーイングが自社の資金で技術実証機として 開発を進めていたステルス実験機で1992年にマクドネルダグラスのファントムワークスが開発に着手して1996年9月11日に初飛行して1999年4月に計画が終了するまで39回以上飛行した。実証機のためバードオブプレイは F-117 で使用されているようなこの種の機体では定番となっている。 フライバイワイヤーを搭載せずに、手動式の油圧制御を使用するとともに、民間のビジネスジェット機で使用される、プラットホイットニーカナダ JT15D-5C エンジンを搭載したことで、開発期間が短縮され、費用が大幅に低減された。機体の形状はコンピュータによる修正を伴わずに、十分安定性を維持して飛行するために、 十分な空気力学的安定性を備え、空気力学的安定性は飛行中に先端部で、揚力が生じることで水平面尾翼と通常の垂直方向打がなくても安定性が得られ、方向制御のためには、従来の機体にある方向打を備えずに X-45 と X-47 のような無尾翼機のステルス無人航空機と同様に一種の空力ブレーキであるドラッグラダーを使用する。 初言性能、ありがとうございます。